中津唐揚げ中津唐揚げは大分県。中津市内には数多くの唐揚げ専門店が散在しており、唐揚げの聖地とされている。中津市内の唐揚げ店23店舗では、この中津の唐揚げをブランド化しようと、2010年8月27日に聖地中津唐揚げの会を設立し、ご当地グルメとして PR を行っている。中津唐揚げは、 店舗によっても味に違いがあるが、醤油に生姜、ニンニクなどの薬味を加えたタレに漬けた鶏肉を使用するものが多い。販売形態からは、唐揚げ専門店をはじめとする持ち帰り専門の惣菜店、精肉店、スーパーマーケットの売り場、飲食店などに分けられる。専門店などでは、揚げてからではなく、揚げる前の状態の肉の重さで量り売りする店が多い。 持ち帰りの場合は 100g 単位で重さを指定してオーダーするのが普通。注文を受けてからあげるため10分程度の待ち時間が必要となる。このため事前に電話で注文をしておき指定の時間に受け取りに行く人も少なくない。飲食店では1人前単位で注文を受けて皿で出す。中津市で初めての唐揚げ専門店は1970年7月に 開店した森山唐揚げ店や同年に養鶏場から転業して唐揚げ専門店を開いた細川であるとされる。当時中津市には唐揚げ専門店はなく大分県北部でも宇佐市四日市にあった唐揚げ小助が唯一の唐揚げ専門店であった。このため宇佐市が唐揚げ専門店の発祥の地とされ、 唐揚げ専門店はここから西に隣接する中津市へと広まった。中津市に唐揚げ専門店が多く存在する理由としては、戦後の食糧難対策として政府が養鶏を推進したため、中津市内に多くの養鶏場があり、鶏肉が容易に入手できたこと、旧満州から引き上げてきた人が中国の鶏料理を再現したこと、惣菜店が 揚げたての唐揚げを提供したことが評判になり、唐揚げを出す総菜店が増えたこと等が挙げられている。中津唐揚げという名称は森山唐揚げ店が2003年頃に中津市大定店を出店した際に用いたのが最初とされる。部位によってもも肉、胸肉、両者を組み合わせたミックス、手羽先、手羽元、砂釣りなどがあり。 骨付きと骨なしを分けていることが多い。部位や骨の有無によって価格が異なる。また、醤油ベースのものの他に、塩味、唐辛子のピリ辛味などを用意している店もある。ありがとうございます。